それでは次の方をご紹介し、聞いた長見さんとも難しい字だなと思ったら若い子なんです。実は15歳の方で、本日歌を歌うということで、これお母さんに勧められてきたったら本人が喜んできたのかと、歌はあんまり得意ではないとは言ってるんですけど、まあ、とりあえず歌のものの出演ということで歌っていただきます。風の行方を歌っていただきますね。よろしいですか。はい、じゃああまり急に若くなったのもびっくりしましたしか。はい、よろしくお願いいたします。